ツアーガイド一人なくなっちゃったよ。でもツアーガイドは続けていくよ。頑張ろうぜ。ツアーガイド続けていく。ツアーも続けていくよ。ということで、はい、こんにちは、ブルーホースでございます。今回もですね、積極的なね、ツアーガイドでやっていきましょうかね。ちょっと一人がですね、過労によってですね、ちょっと倒れてしまったということでございますんでね、まぁ、ちょっと彼はここでですね、申し訳ないんですけれども、布団がないので、そのまま寝かしつけておくということで、そのまま先に進んでいこうというふうに思います。ということでですね、今回はですね、またいろいろとね、まぁ、次に進めていこうかなというふうに思うんですけれども、まぁ、上司がね、ちょっとね、あまりにもここでは暴れすぎてるんで、お前ちょっと面出せやということでね、呼びつけられていますんで、まぁ、その呼びつけられたということで、まあ、すいませんということで、謝りに行くついでにですね、彼にですね、ちょっと逆にですね、ちょっと聞いてたシナリオと違うよと、あまりにもツアーガイドさんが積極的に頑張りすぎたせいで、倒れちまったじゃねえかということで、賠償金を今から請求しに行こうというふうに思いますんで、皆さんもぜひお付き合いくださいというところでございます。はい。いや、マジでね、ほんと働かせすぎなんですよね。働かせすぎたせいでですね、貴重な貴重なツアーガイド。ツアーガイド、うちね、4人しかいないんですよ。4人しかいないのですね、スペイン全域をね、積極的にやっていかなきゃいけないというところがありますんで。時間がないから手短に話す。あ、ごめんなさい。手短にお願いします。彼女は時計塔に連れて行かれた。そうでございますか。はいはいはい。今ならまだ間に合う。あ、わかりました。で、それはいいんですけれども、あなたどこにいるの？あなたがツアーガイドしてくれないから、僕が一生懸命ルイスと、ね、ルイス・セレナ・バーローとですね、アシュリー・グラハムとね、レオン・スケネディでね、ウェーイということでございます。はい。ということで仕方がありませんので、こちらのね、小さな鍵を預けましょう。で、小さな鍵がね、手に入ったということで、一体どこに向かっていったらいいんでございますかということなんですけれども、まあ、小さな鍵をですね、汚すためのね、卵だったら、いっぱい持ってるんでね、いっぱい汚してやろうじゃねえかってことで、新しいの入った、ありがとうございますって、新しいのが入ったんでね、ぜひね、新しいの手に入れたいなーなんて思ったりもするんですけど、新しいの手に入れたっていうのはいいんですけれども、まあ、その前にこっちのことをね、オープンセサミしておくと、確かね、ここのやっところでですね、まず積極的にランデブーっていうのが待ち構えてるんじゃなかったかな。あれ、いる？いない？いなくなってる。トゥルトゥルトゥ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 全然前世から。ということでございます。はい。で、先ほどのですね、小さな鍵を手に入れたことによってですね、何をするかというとですね、もう一個ね、皆さんにご無理ですね、まだ開けきれてないところがあるということでございますので、ちょっと待ちください。ですね、ちょっと待って、ね、V で、そうなんですよね、舞踏場の下とかにあるですね、宝物とかっていうのがね、残念ながら手に入れることができていなかったので、行動。そうなんですね。あ、そう、これですね。この、鍵のかかったタンスっていうところがですね、開けることができていなかったっていうところでございますんで、まあ、そこをですね、今から向かっていこうというな、風に向かっていこうというふうに思います。ということでございます。はい。で、これ戻っていくとですね、果たして敵が、まあ、敵と言いますか、ここのですね、ジャキオトさんたちがたくさんな、復活しているのかどうかっていうところをちょっと私もね、把握しかねているところではあるんですけど、こっちを見たところでですね、まあ、彼がですね、なんか、ちょっと、やばいなというところでございますが、ああ、いましたね。いたので、ちょっと、なんか意外と体力が高いでございますね、はい。で、なんか上でワッシャーとかで、うっしゃーってなってるんで、はい、もうこっちの方に戻っていくというところでございますね、はい。で、この階段を登っていくとですね、先ほどのところに戻っていく、まあ、近道ルートということでございますが、まあ、上の方から見たらですね、なんか誰かいたりするのかな？はい、ちゃ。声は皆さん聞きます。ちょっと私黙ってみますね。あの人一人だけだ、みたいですね。あの人一人で一体何やってたんだろう？何やってたんですかね？あ、これもあったんですね。シコシコ用の A ですね。はい。あの人一人でなんかね、いろいろとやってたみたいなんですけど、彼、そう、あのカラスがですね、なんかもう積極的にどんどん、なんか何度でも復活してくれるということで、ね、やっぱり1万回ダメでも1万1回目があればね、なんとかなるということでね、積極的に復活してくれるカラスなんて非常にありがたいなというふうに思っております。というところでございます。で、ここ戻っていく中でですね、ジャキオートさんが復活してくるのか、それともここをボコボコに縛いたことによって倒れていたものが、地底のそこから這い上がってきてね、うん、俺にもお手からよこしやがれって言って登ってくるのかっていうところなんでございますが、ここはどうやらいないっぽいのかな？いないっぽいですね。じゃあここ開けていきましょうか。はい、ということでしっこしていきましょう。あ、気持ちいい。あー、なるほどですね。虫のところから戻ってきたから、お前に虫を差し上げようということでございますね。あー、虫に虫をってことで、はい、ムシムシしていきましたね。はい、ムシムシ暑くなってきた季節でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱりね、6月でございますね。まあ僕は、僕ですね、来週には誕生日を迎えるところでございますんで、ぜひね、誕生日になったらですね、皆さんお誕生日おめでとうということでね、コメント欄で、ね、感激の雨あられをね、たくさん降らせていただけたら幸いでございます。ということでございます。ということで、何回復活すんねんってことなんですけど、何回復活してもですね、何回でも倒してやるよとごめんなさい。倒れないので、とりあえずじゃあ、ぶちのめしておきましょうか。チューン！はい、おやすみなさいでございます。はい。
じゃあ、こちらにですね、で、上司に会いに行く前ですね、まあ、いろいろとね、残っているお仕事等々がありますので、そちらのお仕事を積極的に片付けていった上でですね、上司さんとですね、ちょっと交渉の場を設けたいなというふうに思っておりますので、とりあえずまずこちら、ドーン。で、あれ、ここでお魚の夕食してるじゃないですか。お魚、魚、魚、お魚食べると、あれ、あ、いた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 、ブラックバスターイ。タンパクで、白身のタンパク、美味しいやつでございますね。はい。こっちにも、いるか、いるか、いるか。あー、いますね、いますね、いますね。あれ、なんか、あれ大きくなってますね。大きくなってるみたいですね。どうやら、ずっと成長してってくれてるみたいですね。ただ、こんなに大きいのが、たくさんあってもね、私食べてることができないんで、結構胃袋小さい方なんで、まぁ、ちょっと残念ながら食べきることができないっていうことなんですよね。はい。ってことね、仕方ないので、まぁ、ちょっと超過に関しては、ちょっと彼にですね、はい。超過に関しては、ちょっと彼に譲り渡していきたいなというふうに思ってます。一時がバンジーなの分かってるけどさ、一時がバンジーなんだけど、まぁ、バンジージャンプするよりはっていうことなんで、はい、ちょっと、おたけら何でもござれってことで、68万手に入りました。68万手に入ったところで、一体何ができるのかっていうことで、積極的にこっちに戻ってまいりましょうか。はーい。じゃあ、こっちの方進んでいってですね、その進んでいる最中に一体誰かが待ち受けてくれているのかなと思ったんですけど、彼、なんか永遠に戻って、永遠に生きてるって感じですね。何回積極的に復活してくるんですよ。なんか向かってってくれてはいるんですけど、もう彼がね、あれ俺の巣がなくなっているっていう状態になってるんでね、まあなんか、思い返せば彼かわいそうだなって、ミッションをクリアする前からミッション、あ、じゃあミッション、じゃあ指令が下る前からミッションをクリアされてしまっているという非常にかわいそうな目に遭ってしまっているんで、まあそんなこともね、世の中たくさんあるから気をつけなすって、ハッチ巻きはっていうことでございますって。こちらはふぬぬ、ふぬぬぬぬぬぬオープンセサーミーということでございますね。はい、で、こちらの方進んでまいりましょうか。はい。で、こちらの方進んでいくとですね、はい、なんかね、角の取れた馬がね、2匹ね、あ、2匹じゃない、2頭ですね、パコンパコンっているんですけども、まあそんなこともそうですね。ニワトリコッコ、コキョコッコという、あ、なんかこれどっかで、また、ブチュ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 っているですね。まあもう本当にここに、ああ、いたね、いましたね。じゃあ、ものすごく積極的な歓迎受けってことでございますので、こっちからも積極的なですね、の解消して差し上げようということなんですね。はい。で、あ、上の方でもプラ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 飛んでますね。はい。とか、彼あんなね、体が大きいのにね、なんであんなにプラ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 浮いてられる、浮くことができるのかっていうのは、すごく不思議なんですけれども、こっちの方向かってきてるね。はい。てん。あ、なんか降りてきてるね。こっちの方に歩いて向かってきてる。歩いて向かってきて。あれ？あれ？あ、なんか向こうの方にいらっしゃいますね。向こうの方になんかいらっしゃるみたいなんで、こっちに来てくれないかな？あ、それとも擬態しちゃった？あの、擬態っていうのは、自らその土ぼこりをこう被せているっていうところなのか、それとも擬態した時点でその色っていうのが自然につくのかっていうところで、まあカメレオン式なのか、それともなんかコノハムシみたいに、で、コノハムシはでもあれか自分の体がもともとそうなってるからいいでやんすか。はい、どうも。はぁー！砕け散った。あれ？あれ？シャンデリアーのところでシャルシャルデリアーっていう感じになっちゃってることかな。これはもういなくなったのかな。残念でしたね。はい。じゃあ、こっちに向かっていきましょう。じゃあ、上司様にプレゼント。ガコン。あー !such a fool! Hey, get it! 俺の右腕をプレゼントしてやるよってことでございますが、はい。ということで、こっち戻っていこうとすると、上司様がいなくなったということで、なんか積極的に酒盛りをやってる方々がいらっしゃるみたいなんですけれども。あー、なるほどね。はい。ネクストワンイズ、上から降ってきている。わー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 、お首がなくなって飛んでって、ブン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 してるよー。お首が飛んでって。はい。で、次の宿主さんを探しに行っているってことなんですけれどもね。はい。まあ、虫パニックっていうとこですね。で、まあ、残念ながら、まあ、宿主がいないと長く生きることができられないっていうのは、まあ、そういうところがね、ちょっと虫さんのなかなかお辛いところではあるのかなと思うんですけど、彼は男？女？あ、男か。男は興味ないや。ってことで、じゃあ落として。落として散ろ。そう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 。うりゃうりゃうらうらうら男だけの穴に刺してやるわ。プラン。プラン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 。すごいなぁ。すーごい首が積極的になんか。折れ曲がってってるね。だだだだだ。地面の中までめり込んでいくって、そんな仕様になってるんですね。ちょっとまあ戻りたいなぁなんて思ったりもしたんですけど、まあ戻ることができないので、こっちの方に進んでいきましょうか。はい。ということで、こちらの方を開けると、さっきアシュリーちゃんがですね、青目になって積極的に
プレイをしているところがありましたんで、探求のショコル2はね、確か見てたはずなんで、今回飛ばさせていただきたいと思います。はい。で、こちらの方で、あ、こっちか。こっちの方にお宝物が、ない。お宝物がない。上の方でなんかプル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 ってぶら下がってたりはしない。あれ、どこだったっけ？どこだったか忘れちゃったんですけど、プルプル。あ、ここですね。あ、ここにありましたね。はい。ということで、まず1個開けましょう。で、領主さんですね。ちょっと交渉決裂してしまいましたんで、もうもうありとあらゆるですね、もう手段を使ってですね、もうこの城をね、ぶっ壊していこうと思います。はい。ラモンの国会。はい、ラモンの国会でございますね。はい。臨時国会が開かれているということでございますが、はい。こちらちゃーんってやってね。で、こっち、でもここのあれはカッチカチになってますね。はい、仕方ないですね。もうカッチカチになってるってことはもう積極的にね、もうこっちもなんかこう、なんとかこう、やつを貶める手段をね、なんかやっていけないかなと思ったりもするんですけど、まあもうそんなことをしても仕方がないということで、はい。これでガッチャーンと開けていきましょう。オープンセサーミー、はい。ああ、なるほどですね。はい。ここで手に入る金玉でございますね。で、金玉ですね。でももったいない、使うのがもったいないので、ラモン様って、なんか、ラモン様って、ラモンって言っちゃったみたいな感じの顔でございますね。はい。で、これが一体、彼が一体何なのかってことでございますが、彼は、って、ショートナイフが刺さっている。え、なんだなんだ？あ、閉じるが出てきたってことだけですね。はい。で、ラモンの肖像がですね、まあ、でも、ラモンの肖像がこれだけ小さいっていうことはですね、やっぱり、大事な。奴の家族ですね。これがお母様ですね。いや、お母様のせいでラモンがなんかもうどうえらいことになっちまったってことでございますんで、まあ、有罪かなと。で、お父さんまともだったってことだったんですけど、まあ、過労で倒れてぶっ倒れたってことで、倒れてぶっ倒れたってなんか同じ意味な気がするんですけども、まあ、そんなことがあるということでございますね。で、こちらでお宝物は両方とも手に入れることができたんですけれども、まあ、特に、もう拾うものがないので、こっちをフリッと振り返って、鶏さんがコケコッコーで卵を産んでくれるまでちょっと待ちたい、しばしお待ちしたいと思いますんで、はい。こちらで、お座り。めっちゃ怒られてる。そこは、上司様の席だから、お前が座るようなもんじゃないっていうね、今はこんなことをしている場合ではないということで、はい。これ確かなんか、時間が経てば、勝手に立ってくれるんでしたかねっていうことなので、ちょっとツアーガイドさんもあまりにも長時間で、かつね、早口で積極的に頑張っていただいたということがありますんで、しばらくこのまま座らせてお待ちいただけたらなというふうに思います。っていう時間もないので、はい、立ちましょうか。はい、上をふっと振り返ると、どうやらここはグリフィンドール牢みたいでございますね。はい、上を見てるというのはノースなんちゅう感じので、裏は進むことができて、裏になんかね、奴のね、エロ本とか隠されてたら面白いなと思ったんですけど、全然卵を産む気配がありませんね。全然卵を産む気配がありませんので、仕方ありませんから装備しましょう。装備して、うざけんじゃねえ、あるよ、ぺっちゃりなんならもっと、くらい汚してやるよ、おら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 、どうだろう、これで、べっちょりいったよ、わーす。うわぁ、怖い、この煙の中から出てくるラモンの顔があまりにも恐ろしすぎる。ふわ俺、無敵だからってか、なんか超自慢されてるって感じがするんですけど、結局こいつらは全然卵を産んでくれないということですんで、まあ動物愛護団体に怒られるかもしれないですけれども、上司様もこれから交渉決裂で、ぶちのめしていくっていうところでございますんで、はい、まあ鶏肉にして、しっかりと食べようかなというふうに思います。はい。まあ鶏胸肉をね、積極的に食べることによってですね、タンパク質だけですね、ミネラルを取ることができて、かつ脂質も少ないということですから、積極的にダイエットがしたいという方はですね、ぜひ、取っていただけたらと思います。で、他に油を取る手段を特に考えてないということであれば、鶏もも肉なんかでもね、取っていただくのがいいんじゃないかなというふうに思ってました。ありがたい感じでございます。はい。ということで、まあ、ここでね、ユニコーン威嚇獣の本ということでね、はい、手に入れてですね、はい、攻撃力700を上げつつですね、戻ってまいりたいなというふうに思います。あ、これ開けてなかったですね、パリン。サブメッセンゲン。あれ？あ、復活してる？そんなことはねえだよな。そんなことはねえはずだよな。ですよね、ですよね。そうだよね。あれ？取り忘れてたっけ？ちょっと覚えてないんですけれども。はい。ということで、まあ、こちら戻っていきましょう。ということで、ちょっと、時間も時間になってきてまいりましたんで、ちょっと、ジョースちゃんとの交渉決裂によるですね、話し合いの場、交渉決裂はしたんですけど、もう一回話し合おうよという、こちら側の、譲歩して歩み寄っているんで、もう一回話し合いをね、させていただこうかなというふうに思ってますんで、まあ、積極的にですね、こちらから、やっぱり、歩み寄っていくっていう姿勢を見せつつですね、それでもダメだっていうことであればもう仕方がありませんので、武力行使をね、図ってまいりたいというふうに思いますので、その時はですね、皆さんもね、手にね、槍と斧を持ってですね、ブワーって向かってっていただけたらいいんじゃないかなというところでございます。ということで、こっちポヨーン。ちなみに、41分の33ということで、これから向かっていく先にあるのは、残念ながら1、2、3、4、
うん、6個ってことでございますんで、41分の30。やっぱりだから、逃した2個が、合わせないと41にならないってことでございますね。やっちまったな、というところでございますね。はい。まあ、そこはちょっと裏でですね、ちょっと帳尻合わせのプレイを裏でしこってやっとくかもしれませんので、はい。そんなところでございますね。ということで、まあ、あんたならやってくれると思ったよってね、喜ばしい言葉をいただいたんでね、また来るよ、ということで、はい。ということでね、今回ね、ツアーガイド一旦ここら辺で終了させていただきたいというふうに思います。また次回パートでね、積極的に前に進む、前に進んでまいります。はい、ぜひお楽しみいただければと思います。ちなみにこちらから先にこれ打っておくことによって、進むべき板が先に壊れちゃってるなんて恐ろしいことにはならないですよね。大丈夫かな。はい。じゃあ、ここでですね、ちょっと女神像でもね、覗きながらですね、ちょっと谷間にうずめて、おっぱい挟まれながらですね、シコシコしたいなという方で、ね、これをちょっと見ながらですね、ぜひ、チャンネル登録ボタンを押していただけたらなということでございます。ということで、本日のツアーは以上でございます。また次回パートでお会いしましょう。あそこに狙ってください。